尼崎市女性視察兵庫県警が元夫の身柄を確保、事件に関与か、兵庫県尼崎市昭和通り4のマンションで15日の夜、住人で医療系事務員、森本沙也加さん28歳が刺されて死亡した事件で、県警は16日、事件に関与した疑いがあるとして、元夫の身柄を確保した、捜査関係者の取材で判明した。 事件は15日午後8時20分頃に発生マンションの駐車場前で森本さんが背中を刺されているのを配送業者が目撃して119番をした森本さんは背中などの複数の刺し傷があり搬送先の病院で死亡が確認された元夫は事件後にバイクで逃走したとみられ県警が16日兵庫県内で血のようなものがついたバイクを押収持ち主が事件に関与した 疑いがあると見て行方を追っていたということで、えーまあ、とまずひとまず、ね、捕まって一安心ですよねで昨日の事件ですけども、えー、結局、えー、元夫が関与かというところなんですけども、えー、未練たらたらな逆恨み男ですよねこういうのなんか増えてきてますよね、まあ、いずれにせよ、ね、別れたんだから、えー、未練なしに、ね、次のステップに前を、ね、向いて進んでいけば 良、えー、かったのにということでね、ね、まあ、原因がね何か、どんなその恨みかわからないですけども、えー、一方的にこの元夫の方の、えー、動機が、えー、言ってるだけでね、亡くなった方にはもう、意見がないので、死人に口なしっていう状態ですかね、で好きかっていうの動機を言われたら、被害者の方がが、ね、本当にかわいそうですし、えー、そもそもその殺人するなんてね、なんか自分も。 辛くなるしねあの警察、刑務所に行きますしね、何一つもいいことないような気がするんですけどね、うんえー、本当に刺すとかって本当に身勝手な考えですし、えー、本当にひどいことをするなということですよね、まあ、あの犯人としては離,もあの離婚した元夫がいるならば、まあ、それを目をつけて捜査していたんでしょうけども、 まあ警察の捜査力もすごいですよね、防犯カメラによる解析力とかも上がって、ね、かなりスピード感があったなあと思いますしね、今回の防犯カメラの,あのリレー捜査で、えー、まず、ね、本当に捕まってよかったですね、一安心ですねということでね、えー、本日のニュース、ためになったという方、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。